中愛天皇は日本の第14代天皇として伝えられています。彼は大和丈のみことの子であり、母は二次の入りめのみことです。しかし、彼に関する詳細な情報は限られており、実在性についても疑問視されることがあります。中愛天皇の知性については、日本書紀に記されている内容が主な情報源です。 彼の統治時期や在位年数については明確ではありませんが、彼が熊祖との戦いに臨んだという記述が残されています。彼は熊祖の反乱に対処するため、筑紫の菓子井の宮に赴きました。しかし、この時、皇后である神宮皇后が神のお告げを受け取り、先に白木を攻めるべきだという託戦を受けました。しかし、中愛天皇はこの託戦を疑い、 熊ソ討伐を優先する道を選びました。結果として、彼は戦闘の最中に休止してしまったとされています。この休止の経緯については諸説があります。一説では病に倒れたとされていますが、別の説では戦闘中に矢に当たり戦死したとも伝えられています。彼の死後、一時的な葬儀は行われましたが、正式な葬儀は行われなかったとされています。 また、中愛天皇の存在自体についても疑問視されることがあります。彼の時代は大和岳のみとと神宮皇后の間に生まれたことされていますが、その役割は神話や歴史の伝承をつなぐ存在とされることが多く、実在性については議論の余地があります。以上のように、中愛天皇に関する情報は限られており、 その実在性や知性の詳細については明確な答えが得られない部分があります彼は口頭を伝えるための役割を果たした存在とされ日本の古代史や神話の一環として位置づけられています